皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画ご覧くださりありがとうございます。さて、前回に引き続きまして、人を動かすときナッジの効果はどれくらい長続きするのかという話をしました。ナッジはソフトなアプローチなのであまり長続きしないという話をいたしました。私はこの長続きしないというナッジの性格はとてもいい面もあると考えております。なぜならナッジというのはあくまでも外発的な外からの刺激だからです。外からの刺激で人を動かすというのはあくまでもソフトな形で一歩を踏み出すにとどめておくべきです。最終的には自分の決意によって決めるべきだと考えております。内発的な動機、ヘルスリテラシーによって人は動くべきだと考えております。いつまでたっても外からの刺激によって動いていく場合、逆に言うとそれを悪用する人によってどんどんとダメな方向に動かされていく可能性もあるからです。そういった意味でナッジが限定的だというのはいい面もあると考えております。今日の話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございます。